リベリアの交通は、鉄道、道路、公安、空港によって成り立っている。リベリアを通る三路線歴史上、鉱山から鉱石を輸出するために三路線がリベリアに付設されたが、いずれも内戦によって被害を受けた。2010年時点では、首都モンドビアとボンタウンを結ぶボン鉱山鉄道のみが運行していたが、ヨーロッパの大手鉄鋼メーカーのアルセロールミッタルによって、 港町部キャナンから、ニンバ軍の軍庁所在地サニケリエを経て、イエケパに至る、ラムコ鉄道が再建され、2011年から、供用された。ボンコ山ザン鉄道を、ギニア国境まで至らせる構想があるものの、今のところ他国との鉄道の接続はない。リベリア国内の道路網は、全長1万 600km にも及ぶが、そのうち舗装されているのはわずか 657km に、 とどまる。また、天候を問わず通行できる、全天候型道路も1、4程度しか整備されていない。ニンバ軍、ロファ軍、シノエ軍、バルポル軍、メリーランド軍に至っては、ほとんどの道路が通行できない。こうした悪状況の背景には、タウが8ヶ月もの期間続くということはもちろん、メンテナンス不足や、化石祭の車両の通行などといった問題もある。 西アフリカ沿岸縦貫道路の経路図。数字のアイコンは主要な通過地点を描画したもので、舗装状況の表と対応させている。セネガルのダカールから西アフリカ沿岸諸国を通過して、ナイジェリアのラゴスまでを結ぶ西アフリカ沿岸縦貫道路がリベリア国内にも通っている。2003年に報告された資料によると、リベリア国内における本道路の整備状況は、 以下の通りとなっている。主要な公案として以下が挙げられる。2019年11月時点で、リベリアを戦績とする船舶は3321隻である。これらの船舶の合計総トン数、最下重量トン数は、パナマに続く2位で、登録船舶数自体も、パナマシンガポール、中国、マーシャル諸島に次ぐ5位である。これは、 リベリア船籍が便宜次席船として機能するためである。リベリアの主要国際空港はモンロビア・ロバーツ国際空港である。リベリア国内には舗装された滑走路を持つ空港が2カ所しかない。舗装されていない滑走路を持つ空港、飛行場は27カ所存在する。ありがとうございます。